エレナ・バシーリ・エーブナ・グリンスカヤは、モスクワ大公バシーリー三世の二番目の日、1533年から1538年まで、モスクワ大公国の摂政を務めた。エレナはリトアニア大公国の大貴族、バシーリー・リボービチ・グリンスキー公爵とその妻の、セルビア王女、アンナの娘として生まれた。エレナのおじミハイル・グリンスキー公爵が結出した政治家だったおかげで、 グリンスキー家は有力貴族の仲間入りをしていた。同家は14世紀のジョチウルスの有力者、ママイの子孫を自称していた。1526年、不妊の妻ソロモリアサブーロバと離婚していた。モスクワ大公バシーリー3世は年代記の述べるところでは、彼女の要望の美しさと年齢の若さに惹かれて、エレナを妻に選んだ。ロシア正教会は、 バシーリー3世の離婚にも再婚にも、もう反対した。エレナは、バシーリー3世との間に二人の息子を設けた。モスクワ大公、そしてロシア最初のツアーリとなる長男のイマニ4世と、聴覚に障害があり、後に、ウグリチ公となる次男のユーリーである。エレナはフィンランドから、サーミ人の魔女を何人か呼び寄せ、彼女たちの魔術の力で妊娠したと、後に噂された。 バシーリー三世は1533年に亡くなる時、長男のイヴァンが成人して国家を統治できる年齢になるまで国家統治をイヴァンの貢献役に指名した何人かの貴族たちに任せることにしたが、エレナは夫の死後間もなく権力を貢献役から奪取し事実上の摂政に収まった。エレナは夫の二人の弟、 ドミトルフコーユーリーとスターリツァコーアンドレイと対立し、二人をそれぞれ1534年と1537年に失脚させた。エレナが若く、ハンサムな長身、イヴァンオフチー認定レプニエフオボレンスキー公、そしてモスクワフ主教、ダニールを徴用することが、エレナの摂政,政府内に亀裂を生んだ。エレナのおじのミハイル・グリンスキーは、 オフチーニ人口を排除するよう還元してエレナに処刑された。エレナは貨幣改革を断行し、これによってモスクワ国家は共通の貨幣を使うようになった。対外政策ではエレナは1536年にリトアニアとの和平条約に調印し、スウェーデンとの中立的な関係を保つことにも成功した。エレナはモスクワの周囲に新たな防壁を築き、 リトアニアからの移民を奨励した。エレナは1538年に30歳を迎えるまでもなく、かなり若くして亡くなった。一部の歴史家はエレナが、その死後に政権を奪取した、シュイスキー家の人々に毒殺されたと信じている。ありがとうございます。